手ハンダが無理と言われているメモスマイクセルの手ハンダにチャレンジしています。お手本にさせていただいた C さんの情報では、通常の半導体デバイスと同じように手ハンダすると 100% 壊れてしまうとの情報で、今までメモスマイクセルを使ったマイクは、メモスマイクセルを搭載する PCB 基板を設計して、メモスマイクセルを PCB 基板にリフローハンダしてコンデンサマイクを作成しました。このメモスマイクセルを搭載した自作のコンデンサマイクの SN の良さと、高帯域でスッキリした音が気に入り、できればバイノーラルマイクもメモスマイクセルを使って自作できないかと、先日から新さんのブログ情報から手ハンダにチャレンジしてみることとしました。なぜならバイノーラルマイクの外耳道内にマイクユニットを挿入するには PCB 基板に搭載するとマイクのダイヤフラムが音圧に対して90度クロスするため、特性上不利と判断して手ハンダでメモスマイクセルにリードをハンダ付けして、外耳道の音の入り口にマイクセルのダイヤフラムを正面を向けて搭載することにチャレンジすることとしました。とりあえず以前にリフローに失敗したメモスマイクセルでチャレンジしてみることとします。シンさんのブログ情報では、直接メモスマイクセルにハンダごてをたとえ1秒でもタッチさせると、内部のメモスセルに温度ショックでクラック等の障害を負わせてしまい破壊するが、ハンダ接続する前に前もってメモスマイクセルを100度程度にヒートガンでプリヒートし、短時間にリードをハンダ付けすればうまくハンダ付けできるとのことです。そこで私も所有しているリワークステーションのホットエア温度を120から130程度に設定して、ハンダごても低温ハンダ程度の300度程度でハンダ付けすればうまくいくのでは、と。半導体のフラットパッケージなどのリフロー前には、パッケージに吸出した湿度除去のために事前に150度 C で20時間とか長時間ベーキングするときの温度であれば、メモスマイクセルにダメージを与えずハンダごて、タッチ時の温度ショックも小さくなりうまくハンダ付けできるのでは、と、今回手ハンダテストに挑戦してみることとしました。ホットエアの設定は130度 C 程度に設定し、メモスマイクセルを保持するピンセットはガラスウールのテープで少し断熱して、メモスマイクセルの熱容量を小さくして、ペーストハンダをリードに塗布して、最初は3本並べて一度にハンダ処理しようとチャレンジしましたが、結局1本ずつホットエアで熱いので、リードもピンセットで挟んで震える手でなんとかハンダ付けすることができました。それではテスト的にリード線を手ハンダしたメモスマイクセルに動作試験するため、XLR バランス出力するための基板にテストクランプを取り付けて、オルゴールと小型スピーカーからの音を収録して、メモスマイクセルが壊れていないか確認してみました。最初にオルゴールを収録していた時に、オルゴールのドラムピンが、オルゴールのリードを弾く時のピンで、擦る音を、最初は、メモスマイクが高 SPL に耐えかねて、ポップ的に歪んでいると勘違いしましたが、どうも、そうではなくて、ピンがリードを弾くときに、リードが空気を切るときの音のようです。音も、こんなにバラックな接続ですが、ノイズも小さく、実際にシールドして、外耳道内に収納すれば、もっと綺麗に聞こえるのでは？と思い、バイノーラルマイクの筐体の作成のため、3D プリンターでの作成の CAD データの設計に取り掛かりたいと思います。それでは、皆様も手ハンダしたメモスマイクセル単体の音を一緒に確認してみてください。